元横綱朝青龍のドルゴルスレン・ダグアドルジ氏が29日、自身の SNS に新規投稿。手作りの朝食写真をアップし、ドルジが頑張ったけど残念、と綴った。トーストにゆで卵、サラダにハンバーグ、そしてスープとバランスが考えられた品々がテーブルに並んだ写真。2人分の朝食作ったが、2人分1人で食べることになりました。 と泣き顔の絵文字入りで綴り、で綴何らかのハプニングで作った2人前を食べざるを得なくなったことを伝えた。朝青龍氏は現在、減量に励んでおり、三木の体から戻したかった、と綴っていた。1 2 0キロを切った際には体重計の写真をアップし、現役時代の1 5 0キロから3 0キロ超減に成功したことを報告した。手作りのバランスのいい料理もその一助になっていると考えられる。 ファンは、すごく美味しそう。朝様、料理もできるんですね。あんまり食べられないんですね。頑張るドルジ可愛いです、ハート。と書き込んでいた。